はい、シャニちゃんです。今回はシルバニアファミリーの赤ちゃんコレクション赤ちゃんなりきりシリーズを開封します。赤ちゃんコレクションの新しいシリーズが10月24日発売になりました。全8種類うちシークレット1種ということで、こちらがですね、一つシークレットね、なんとなく形でね、これなんかわかるような気はするんですけれどもね、シークレットです、一つがっていうことですね。で、そして今回も箱で買いましたので、一箱16袋入りなので、うまくいけば8種類の赤ちゃんが2セットで、うまくいかなくても1セットは揃うのではないかなと思います。うん、それでは開封していきましょう。はい、では箱を開けますと、このように16袋入っていますので、左側の上、一番上、まあ箱で言うと本当はね、こう並んでいるので奥になると思うんですけども、このこちらからね、順番にこのように引いて、こっからまたこのように下に行くっていう感じにしようかなと思います。一つ目開けてみたいと思います。記念すべき一つ目は何が出るでしょうか。よいしょと、じゃーん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、ちら見えない、あ、もうこれは分かりました。あー、見えちゃったじゃーん、やー、かわいいですよ。これ裸物なんだね。お洋服着てない状態で販売されてるのって、もしかしたら初めてなのかなっていうぐらい、うん、斬新な感じがしますけどね、可愛らしい。ペルシャ猫の赤ちゃんが出ましたね。このね、モフモフというか、何？パヤパヤでしたっけ？うん、パヤパヤしてる毛がね、見えます。これはですね、お化けのお衣装を着てるペルシャ猫の赤ちゃんが出ました。これね、一緒になんかパンフレットみたいなのが入ってました。小物のこう組み立て方とか、公式の SNS 見てねとか、そういったことが書いてありました。二つ目に行きたいと思います。二つ目は、ね、どんな子が出てきてくれるでしょうか。えい。いきます。ドキドキ。ドキドキ。あ、見えるかな？あ、あれ？なんか白い子だぞ。大丈夫か？え、でも白い子いるもんね、いっぱい。あ、ショコラアサイの赤ちゃん。あれ？ってことは？まさかの、2個目でシークレットが出ました。シークレットだよね。ショコラアサイの赤ちゃんが。そうよね。これ、このね、お化けのお衣装着てるもんね。なんとなんと、そうですか？君2個目に出ちゃいましたか。ペルシャ猫の赤ちゃんと同じようにね、裸ん坊でやってきてくれました。いらっしゃいね、かわいいです。2個目がいきなりシークレットでした。では3つ目ですね。3つ目はどんな子が出てきてくれるでしょうか。よいしょ、えい、じゃん、お、これはもしかしてオレンジの衣装を着てるぞ。あー、耳が垂れてる。キャー、これは大人気のヤギの赤ちゃんですね。いやー、かわいい。いやいや、この子はね、もうほんと、大人気ですよね、皆さんね。この子はあれですか、これ、なんかステッキ持ってる子になるんですかね、これは。うん。四つ目の赤ちゃんは、どの子が出てきてくれるでしょうか。よいしょ、よいしょ。エイト、うん、行くぞ、じゃん、シュッシュッ、え、この空洞の部分ちょっとドキドキするよねえ早く出せて行きます。あ、あれ、ウサギさんまた来たよ。今度はミルクウサギの赤ちゃんですね、この子。いやー、かわいい子来ましたよ。この子がですね、プリンセス、ん？プリンスかな？うん、プリンスだね。このプリンスの衣装を着ているんだと思うんですよ。王冠とマントをつけている。ミルクウサギの赤ちゃんが出てきてくれました。ね、いらっしゃい。では、5つ目。じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん。ね、5つ目開けますよ。5つ目はどの子がやってきてくれるかな？
よいしょ、よいしょ。えい、いきます。ドキドキ。お、この子は？この子はもしかして？えい、お。じゃーん、クルミリスの赤ちゃんでーす。ね、かわいい。ハイハイしてるタイプの赤ちゃんになるんですね。で、この子は、なんかね、そう、帽子かぶってる子なんですよ。あ、そうそう、海賊っていうか、なんだ、これ、パイレーツ。パイレーツの帽子をね、かぶってるクルミリスの赤ちゃんが来てくれました。続いて、6個目ですね、6個目。で、今のところですね、5つ引いて、かぶってないんですよ。すごいよね。ね、だから6個目でそろそろね、かぶりとかが出てくるのではないかなと思っちゃいますけど、ドキドキどうかな。エイト、よいしょ、いくよ。じゃじゃん、じゃじゃん。いや、どの子かな。お、あった、鹿の赤ちゃん。鹿ちゃん来ました。鹿ちゃん、鹿ちゃんがね、お座りの鹿ちゃん、ね、鹿の赤ちゃんですよ。帽子？魔法使いなんかな？魔法使いの帽子をおそらく、かぶっているのかな？この子は。今回もかぶらなかった。ね、かぶりなしで今のとこ来てますよ。よーし。7つ目。7つ目だよ、7つ目。ね、全8種類のうちもう7つ目になりますからね。もう半分ね、近くなってきました。よいしょ、よいしょ。よいしょと。いきます。んーじゃ、お、このスカート見えちゃったよ。このね、スカート見えた子は、じゃーん、かわいい、チャコール猫の赤ちゃんね。スカート履いてます。ワンピース、ワンピースじゃないな、そう、ドレスを着てるんですね。そうそう、ドレスだよ、ドレスで。これね、ティアラ、だからお姫様になるのかな。このお姫様のドレスとティアラをかぶっているタイプのタッチ、お座りじゃなくてタッチしてるタイプのチャコール猫の赤ちゃんが出てきてくれました。8個目ですよ。箱のね、左側はもうこれで最後になりますよということです。今まで7つが被りなしなんですよ。で、1個出てない子はどの子だ。シークレット出たので、あ、そうだ、この子だ。マーメイド、マーメイドの赤ちゃんがまだ出てないんです。そういえば。これ、ここでマーメイドの赤ちゃん出たらもうコンプだよね、コンプ。いきますよ、では。開けちゃいます。どの子が出てくるかな？えい！いきます！じゃん。お！いきなりちょっと、大丈夫？耳見えちゃった。ほんと？ほら、裸だよ。ショコラウサギの赤ちゃん。ほんと？ってことは？おー、すごい、マーメイドの赤ちゃん出たよ。これわかるかな、マーメイドのね、お衣装になってるんです。で、この子も裸んぼのままで来てくれましたね。かわいい。え、すごくない？全部揃ったよ、片方で全部揃えました。すごい。続きましてね、半分終わりましたよ。16袋のうち8袋終わりました。9袋目からは、もうかぶりなんですけどね、2個ずつあっても全然構わないので、ね、かわいいですから、赤ちゃんたちは開けますよ。よいしょーと。いきます。んーにゃ。じゃじゃん。しゃきゃ。お？裸のチョコラウサギちゃん？ってことは？じゃーん、おー、マーメイド続いた。すごいね。なんかさ、ね、すごくない？こっちの、ね、こっちの一番最後がマーメイドちゃんで、で、こちらの一番最初がマーメイドちゃんだよ。このまま勢いに乗りましてね、続いていきますよ。これが10個目になりますね、10個目。10個目、記念すべき10個目だよ。いきます。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ。どの子が出るかな？お、これはもしかして？ドレスのチャコル猫の赤ちゃん来たよ。マジか。ってことは、こっちから順番に入ってるのと、こっちから順番に入ってる子がいるってことなんじゃないの？言ってることわかる？難しいな、説明が。
ね、だから逆順に入ってるのかなと思って、ね、こっち側から入ってる子とこっち側から入ってる子、同じ子が順番に入ってるんじゃないか説、今そんな感じのことが起こってますね。11個目、ね、もしだよ、もしあのこっち側からね並んでるのと逆順に並んでるんだとしたら、鹿の赤ちゃんが出たら本当にその逆に並んでる説が濃厚になってきますよ。いくぞ、よいしょよいしょ、よいしょ、いきます。よいしょ、おーすごい、これは鹿の赤ちゃんが、ってことは本当だよね、この説、順番逆に並んでる説濃厚だとしたら、12個目がクルミリスの赤ちゃんの可能性がとっても高い。いきますよ、よいしょよいしょよいしょ、いきます。じゃん、あこれはもうね、濃厚とかいう話じゃないかもしれない。同じ順番で逆に並んでる説、これはね正しい、きっと、うんうん、ね、そう思います。13個目、ね、13個目、この順番でいくとですね、ミルクウサギの赤ちゃんが出るのではないかなと、思いますよ。よいしょ、いきます。これは本当ですね。そっか、このね、私が買ったロットは並び順が逆に入っている、そういうことですね、きっと、うん、ミルクウサギの赤ちゃんは、マントと王冠をつけてるタイプの赤ちゃんです。14個目、ね、14個目ってことは、じゃあ、次はヤギの赤ちゃん、すごくない、ヤギの赤ちゃん出ちゃうよ、2個。ヤギの赤ちゃんとっても可愛いもんね。だって、よいしょ。えい。いきます。じゃん。ほら、来た。ヤギの赤ちゃんだよ。可愛いよね。すごい。もうじゃあ、2セット確実ってこと？どういうこと？すごくない？あと、ラスト2個なんです。これが、15個目、ね、15個目ですよ、15個目、開けます、15個目を、よいしょよいしょよいしょ。このね、逆に並んでる説が正しければ、ショコラサギの赤ちゃんの、あのちっちゃい赤ちゃんね、三つ子タイプの赤ちゃんが出るはずなのですが、いかがでしょうか。出た、ちっちゃい赤ちゃん、あーごめんね、ちっちゃい赤ちゃん出たよ、ほら三つ子タイプの。いやー、もうこれはじゃあ2個ずつ全部揃っちゃうよ。では最後の1つ、16個目、ねえ、ってことはですよ、ペルシャ猫の赤ちゃんが出る可能性がもう 99.99999% ぐらいあるんですけど、いや逆にドキドキするかもしれない、これで違う子出たらどうしようみたいになるかもしれない、どうしよう、ちょっとドキドキ、どうしよう、いきます、せーの、えい、ペルシャ猫の赤ちゃん来た、すごい、2個ずつコンプリートしました、嬉しい、かわいいね。はい、ということで今回はシルバニアファミリーの赤ちゃんなりきりシリーズを箱買いして16袋全部引いてみました。皆さんのお気に入りの赤ちゃんはどの子でしたでしょうか。赤ちゃんのレビューはですね、別の動画でゆっくりじっくり紹介したいと思いますので、ぜひそちらの方も見てみてくださいね。それではサニちゃんでした。バイバーイ。